い、皆さんおはようございます。社宅制から来たエンタメ社長です。はい、ということで今日はですね、こちら 1,2,3,4 作目のちょっと奥ですね、これが MT フェニックスなんですけど、まあ8月17日に植えて一番生育が旺盛でですね、ぼちぼちですね、吊るし上げですねの作業をやっていかないとまずいかなと。で、今日はそれだけでなくてですね、ついでにですね、2回目の脇芽取り、はい、それと双葉取り、はい、この3つを、非常に高度なテクニックでですね、皆さんにお届けしたいと思いますね。まずですね、この棒、青竹、これを用意します。これ必需品ですね、はい、これがあれば何でもできるって感じですね。でこちらを使ってですね、今からお見せします。超高度なテクニックですね、はい、これあ、もうこれですね、すでにこの吊るし紐にですね捕まっちゃってますよね、はい、こういうのはまあほっときましょう。でこれですね、ここにある紐、はい、こうなってますんで落としてきます、はい、こういう感じで、はい、こう落としてますね、はい、いやこれですね、でこういうの気をつけてください。もうこういう状態だったらいいんですけど、これ捕まってても、この状態で捕まってるやつですね、これです、一回これを取るしかないんですよね、はい、だからまあ最悪っていうか、基本的にはツルが切れちゃうんですけど、こういう感じでバッと、はい、取ってきます。これも、あ、これもそうですね、この次もそうですねみんなそうですね、みんなの早く上に上がりたいみたいな、俺が一番上がりたいみたいな、はい、そんな感じでみんな元気ですね。この折らないように気をつけてくださいね、はい、こんな感じですね、 1,2,3,4 全部取ってきますんで、少々お待ちください。はい、皆さんよく見ててください。これをですね、ここに、こっちをよく見てください。ここをですね、パーンってやると、これをこう叩きますんで、こうやってバシッと勢いよくスナップを効かせて、こうこうこう、はい、いきますよ。こっち見てください、こんな感じです、わかります。一瞬にしてスパーンとツールが切れちゃいましたけど、こういう状態でですね、こっちもやりますね、はい、こうです、こっちもやりますよ、はい、こういう形が一番ダメージが少ないのかなと思いますね、はい、参考にしてください。はい、残りわずかですね、はい、こういう感じで取れてますかね、はい、感じですよ、全部バシッと落とし終えました。はい、でこれでこっち側から見ていただけると分かるんですけど、ここになってますよね。でこれがですね、中央に来てることを一応確認してくださいね。こちらもまあ後からでも直せるので、真ん中来てますよね、はい、真ん中来てますね。ちなみにですね、こう落としてないやつはどういう状態になってるかというとですね、こうです、はい、こういうふうに上にこう、まあ、なるべくツルにですね絡まないようにこうやってたはずなんですが、かなり5、60本捕まってましたね、こっちは。まあだからツル上げできるよっていう、まあキュウリからのサインですねはい、ということでですね、こちらですね、はい、肥料袋にマイカー線通して、そうですね、前回脇芽取りの脇芽が入ってます。でこちらをですね、腰に、はい、このようにですね、はい、巻きつけて、はい、そうですね、はい、でこう前に持ってきてですね、でこちらからやっていきたいと思いますね。まずですね、吊るす作業ですけど、ここが 1,2,3,4,5,6 まで脇に取ってますね。そうするとここから実がなる感じですね。で一番、まあ、前回の動画でもありましたけど、一番なるべく上、はい、折れない程度、自信がない場合はこちら下で止めてください。でここでですね、はい、軽くですね、ここは、はい、前回動画と一緒です、はい、軽く引き上げるようにやります。そうするとこういう形で立ちますね。立ちんぼじゃないですよ、吊るしますね。でこのもう双葉がもうほとんど枯れちゃってますけど、で1,2残ってましたね、3,4,5,6まで取る。これで双葉取りと脇芽取りと吊るす作業ですね、高度ですね、ハイテクニックですね。はい、次いきますね。汗がダラダラすごいんで、でこちら、はい、こちらもかなり旺盛ですね、こちらより、はい、こんな形でですね、こう巻いてですね、ちょっとグッと上に上げて、で
でここでくるっと、この結び方大丈夫ですか？前回覚えていただけましたかね。こう後ろから回してこうですね、前に持ってきてピッと、はい、で双葉も取ってます、はい、双葉を取って、はい、で1,2,3,4,5,6 ですね。前回5までしか取れなかった。6、はい、取りますね。こちらもやっぱ絡んでますんで取って取ってですね、はい、この取っ絡んだツルは取っときましょう、はい、取ってますね。で、一番上ですね、はい、こういう形でまずツルを紐で結びますよ、はいはい、でちょっとこう見てやってますかーっていう感じですかね。今日は営業中ですかーって。で双葉をまず取りますね。で1,2,3,4,5 やっぱ6は取れてないですね。6まで取れない、はい、こんな形ですね。ツル上げしながら、脇芽を6節目まで取って双葉も取っちゃうっていうような形でバンバンバンと続いてやっていきたいと思います。でですね、本日、スペシャルゲストが、はい、来ています。それがですね、ガシャ、これですね、なんとボス、プレミアムボスザラテですね。最高峰のフレッシュラテということで、牛乳の使用量が4倍だそうですね、海洋圏4倍みたいな感じですね、はい、でこちらのちょっと飲んでみたいと思いますね。プレミアムボスザラテ、はい、飲んですね。開封動画、はい、でまず香りがですね、香りはですね、あ、結構牛乳、乳の匂いがしますね。やっぱり4倍ってだけあって、でちょっと飲んでみますね。ちょっとテイスティング、あっさりしてますね。コーヒーっぽくないです。なんか薄い牛乳を、うん、薄い牛乳を飲んでるみたいな感じですかね。あ、よく振ってって書いてありましたね。振ってないですね。振りました、はい、どうですか。あ、ほんと、これはですね、あ、牛乳ですね、うん、甘い牛乳でも甘すぎないですね。大人な感じしますね、はい、ぜひですね、皆さんもラテ好きな人一度は飲んでみるといいですね。これ120円でしたね、はい、以上です。今日はですね、プレミアムボスのですね、ザ・ラテの紹介を行いました、はい、前回クイズの回答が、あ、こちらですね、最高峰のフレッシュラテ、はい、ですね。で今回のクイズはこちらです、はい、私が3つの工程何やったか、はい、をご回答ください。シャタ農園のシャタック星から来たシャタアンがお送りしました。また。